第8章西式健康体操西式健康法は西勝造氏が昭和初期に始めた健康法で体操食事姿勢心の持ち方など総合的な健康法ですその根本理念は東洋医学的発想に基づいています西式健康体操はその運動療法の部分で 比較的体力のない人でも容易に実行できる簡単な体操法で全身の循環の改善に抜群の効果を持っています次の4つの運動を基本としていますヨーガの体操と併用することによりがんをはじめとする慢性疾患の治療に抜群の効果を発揮します西勝蔵氏は17歳で結核を患い 医師からら歳ままでは生きれれないと宣告されましたしかし西氏はこの過酷な運命を変えようと古くからの健康法や治療法を研究しとうとう結核を完全に治してしまいましたこの時の経験から編み出されたのが西式健康体操です A 金魚運動仰向けになって体をなるべく一直線に伸ばし 足先を揃えて膝の方に直角に以上に反らし両方の足のかかとが1平面上にあるようにします両手を組んで首の後ろの真ん中あたりに当て両肘で調子をとって腰を中心にして体を左右に振り魚の泳ぐ真似を細かく素早く行います朝夕1から2分間行ってくださいまた金魚運動を行う前に まず四肢を自由に放り出して全身の力を抜き完全な歯間の状態ヨーガの死体の体位を取ってから始めると一層効果が出やすくなります。金魚運動は脊椎の歪みを治し脊髄神経に対する圧迫を改善して全身の神経機能を整えるとともに腸管の運動にも刺激を与え消化器の機能を改善する効果があります。 B 毛管運動仰向けの姿勢となり肩枕、硬い低い枕などの枕を頸部に当て手足をなるべく垂直に上げます。種子は軽く離して伸ばし足の裏はできるだけ水平にしこの状態で手足を1から2分間素早く微動を細かく振ることさせます。朝夕1回ずつ行います。 足を垂直に上げることが困難な人も最初から無理をせず徐々にまっすぐ上げられるように練習してください西式健康法では独自の血液循環理論を唱えていますそれは血液循環の原動力が心臓ではなく動脈と静脈を結ぶ毛細血管にあるとしている点ですこの理論からすれば毛管運動は 手足に停滞している血液やリンパ流を心臓に還流させる作用があり循環障害を改善するのに最適な運動であると言えます C 合掌愛称まず合掌します方法は手の5本の指を密着させて手のひらを合わせ左右5本の指のうち中指は少なくとも第2関節までその他の指は第1関節までを 互いに離れぬよう密着ささせでできるだけまっすぐ顔面の高さで合掌す合唱する前に両手の指を開いて死闘を合わせ両側から押し付けたり緩めたりする運動を数回と神仏を拝むように合掌しその形のままで手を前後方向に手首を軸として数回十分に回転させる運動を準備運動として行うと効果的です。 次に平たい床の上に仰向けに寝て両手を胸の上で合掌させます。合所とは足の裏を合わせることです。膝を曲げて開き足の裏を合わせてそのまま足を前後の方向に縮めたり伸ばしたりします。この往復運動を10から20回くらい行いますが曲げた時は両膝を開き 伸ばしした時は両膝が近づくようにします。またそれと同時に手も合掌のまま頭上に往復させて屈伸します次に両手を合掌相性のまま2から3分間安静にしていますこれらの運動を朝夕1回ずつ行います古来合掌は人間が神に祈る時の姿勢でしたこれを健康法として取り入れるのは 不思議な気がしますが合掌により気の循環が良くなりひいては全身の血液循環も良くなると考えられます D 背腹運動準備運動として次の運動を行い首から肩にかけての筋肉や関節を柔らかくして血液循環を良くしておきます1両肩を同時に上下させる運動を10回くらい行います 2頭を右に傾ける動作を10回行います3頭を左に傾ける動作を10回行います4頭を前に傾ける動作を10回行います5顎を引いたまま頭を後ろに傾ける動作を10回行います6頭を右後ろに回す動作を10回行います7頭を左後ろに回す動作を10回行います 8両腕を水平に伸ばし頭を右と左に1回ずつ回します9両腕を垂直に上げ頭を右と左に1回ずつ回します10両腕を上に上げたまま親指を手のひらの中に折り入れて他の4本の指で握るようにします拳を握ったまま腕を直角に曲げます11重の状態で上腕を上腕 水平のまま後ろに引くと同時に頭を後ろに反らし顎を上に突き上げます正座して右須のように膝をやや開いて座りますお骨を中心に頭の頂点をなるべく一直線になるように姿勢を正しますそのままの姿勢を維持して一本の棒を揺するような感じで左右に体を振る揺さぶ運動を行いますこの時に 腹部の運動を合わせて行います。腹部の運動は体を左右に傾けるごとに下腹部に軽く力を入れて押し出す運動です腹式呼吸とは異なりますので呼吸とは関係なく行います体が左右の揺さぶの中央に来た時にお腹を引っ込める通常の状態に戻す様にします背骨の一往復につき 腹背の運動の速さは揺さぶ運動1往復を1回として1分間に50回くらいとしこれを5から10分間くらい朝夕1日2回行うのを理想としますが初めのうちはゆっくり短時間でも構いませんこの背ラ運動を行っている時は体も心も非常に暗示がかかり 安いい状態になっています。心の中で健康になると念じたり声に出したりするとより効果的です左右に体を振る揺さぶ運動を行うことにより脊柱の歪みを矯正し腹部の運動を行うことにより腹部の血液循環を改善し便秘や消化不良を防止しますいい平床寝台と肩枕利用平床寝台と肩枕利用は 西式健康法のもう一つの柱になっています平らな床は重力に対して最も安定した平面であるためこの上で休むと全身の筋肉がリラックスして緩み安静に休息を取ることができます平床寝台とは柔らいスプリングのマットや厚くてふわふわした敷き布団の代わりにできるだけ硬く平たい板を寝台に使用することです 仰向けに寝て就寝時に常に用いるようにします。掛け布団は寒くない程度とし汗をかかない程度の薄いものとします。一般的には畳の上に薄い毛布を敷いて寝るか敷布団をできるだけ薄くする程度のことを普段から心がけるといいでしょう。肩枕は頸椎の副脱臼を予防し肩こりや手足のしびれを予防します。 副脱臼とは関節がわずかにずれることで放置すると頚椎症という難治性の病態に移行します肩枕には半月形の硬い枕を利用します目安は本人の薬指の長さを半径とする丸太を2つに割って作り入ます首の真ん中あたり第4頚椎を中心に丸みの方を当て仰向けに寝て就寝時に利用します 初めて肩枕を利用するときは痛いのが普通なのでその際はタオルを乗せて使い慣れてきたら取り除くようにします。最初から無理に一晩中用いる必要はないので10から20分でもできるだけ利用し他の柔らかい枕と取り替えて次第に就寝中に使えるようにしてください。